石を投げればアイドルに当たるアイドル大国日本。この記録は日々誕生するアイドルの中から一歩先行くスーパーアイドルを育成すべく立ち上がった二人の鬼教官と、スーパーアイドルに名乗りを上げた一人の少女中島めぐみとの汗と涙の物語である。神谷教官、神谷教官。はい、今夜もドル箱積み上げとるかろう。神谷教官だよ。おはようございます。先輩が一番、私は二番、中島めぐみです。いやいや、君が一番だよ。めぐみくんが一番だよ。神谷教官、ね、よし、はい、今夜はドル箱積み上げとるかの卒業生が来てくれたぞ。ご紹介しよう。遠藤綾千だ。こんばんは。若さよりテクが大事でしょ。遠藤綾です。どんなテクニックだ。今夜ちょっと私に試してみないか、そのテクニック。よけー、今夜の特訓行ってみよう。さあ中島くん、先輩にあらゆる質問をしなさい。そうですね、その神谷教官がもだえるような色気はどこから湧き出るんですか。ガチ質問だ。あ、このあふれんばかりの色気。そうそうそうです。そうね、生まれた時からじゃないかな。じゃあ私には無理ってことだよ。いや、なんかお願いしてれば出てくるんじゃない。本当ですか、じゃあお願いしとけばいいんですね。誰にだ。誰にですか。七夕様とか。あ、七夕様ですか。七夕様。七夕様。七夕様っていねえよ。七夕は人じゃん。人と彦星ですね。七夕の時に短冊だ。あ、じゃあ今から吊るしておけば。吊るしておけば。お願い事を短冊に書いておけばいいよ。全部ぶら下げておけばいい。神頼み、神頼み、神頼み。わかりました。お二人、はい、なんでそんなこうしらっと。いや、そんなことはない。聞いてる。そう、せっかくそう質問してるんだから、我々は邪魔していかんと思った。そうなんですよ。キャラ忘れた今。他にも質問ないのかね。そうですね、何でも聞いて。遠藤先輩、何、ちょっと挑戦してみませんか。私が私がいつも君は、いつもはめぐみ君が挑戦してるんだから。私が、じゃあめぐみ君がやればいいんじゃない。何を言っているんだよ。卒業生である君の手本を見たいんじゃないか。そうですよね。頼むよ。あやち、本当にやりにくいんだよ。そんなことないです。本当、いいですか。うん、お願いしますよ。うん、ハンドルネームフレンチレンチさんからのスーパーアイドルは、県庁所在地をセクシーに答えられる。へえ、そうなんだ。それは答えなきゃいかんな。我々が育てた成果を見せてやってくれたまえ。そうですね。あ、じゃあどこの県にします。あ、ええー、そういうこと。そういうことでしょ。へえ、なんか知能も試されるってこと。そうですけど。じゃあ教官どこにしますか。いやー、そうだな。じゃあ教官の出身地は、ま、そうだな。じゃあ茨城県行ってもらおうかな。茨城は、茨城の県庁所在地は、わかります。わかるよ、言っていいの。どうぞ。水戸。ほほほ、たまらんな。合ってるよね。もちろんだよ、当たり前じゃないか。よかった。なあ、合ってるよ。じゃあ次行ってもらおうかね。終わりでしょ。中村君、次なんか振ってくれたまえ。そうですね、じゃあ僕の出身地の香川県を、県庁所在地お願いします。もちろんわかるよな。わかる。お願いします。さぬき。さぬき、さぬきってとこないですけど。ねえ、うどんかな、それは。香川は香川かな。香川は。いや、香川かなってどういうことですか。香川県香川町ってないですよ。香川県香川市ないです。いや、ないっつってんの。はい、めぐみちゃん。めぐみちゃん、香川はどこだ。色っぽく言ってもらおうか。香川。さぬき。なんで被せるの。違うって言ったのに。じゃあ、はい、じゃあ中村くん色っぽく言ってくれたわ。色っぽく高松。しょい。本当に気持ち悪かった。変態だ。よし、はい、遠藤くん、中島くん、今日はこの辺で仕方ない。勘弁してやろう。はい、以上、身になる身につく身から出るアイドル育成道場、今夜もドル箱積み上げたろか解散。ありがとうございました。